ライオスの命を奪うという禁忌目録違反を犯した俺たちはセントラルカスドラルで処刑されることになった。俺たちを連行するために現れたのは聖剛騎士アリス新設サーティ。彼女はかつて勇者が離れ離れになった幼馴染の少女アリスと売り二つだった。彼女はアリス本人なのか、それとも。次回ソードアートオンラインアリシゼーション第11話セントラルカスドラル。